うーわ、絶対戦うとこだよね、ここ。行きましょう。入れちゃった。キングもいない。ここ、誰もいないわ。それに見てみろ。あれ？なんだよ。もう願いができてんじゃねえか。予告状なしに？ソフィア、あなたが来るのを待っていました。今の声、一体どこから？お前は誰だ？私は人の真の願いを叶える存在、人が求める安らぎを与える存在。この声、ソフィーにそっくりだぞ。どうなってんの？キングが失われたこのジェイル、そこに現れたあなたに興味があります。キングが失われた？では、あの所長は？そうか、このジェイルはキングが不在だったんだ。だから鳥かごの入り口も開いてて、いろいろとイレギュラーが起きてた。私を知ってたから話しかけてきたわけじゃないのか。ソフィア、あなたは何者ですか？私は人の良き友人だ。良き友人？ AI であるあなたが良き友人となってどうするのですか？どうする？あなたの目的は何ですか？目的、それは。目的もなくさまよっているのですか？私は。残念です、ソフィア。そのような AI に存在する価値はありません。あなたは無価値なバグ、問いかけに値しない存在です。私は無価値？そう、無価値です。あなたには理解できないでしょう。てめえ、さっきから聞いてりゃベラ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 、うちのソフィーに随分好き勝手言ってくれてんじゃねえか。面出す度胸もねえ、陰湿陰険ジメジメ野郎が。ちょっと、うん、思いつく限りの罵声を浴びせているな。スカル？バグだ？無価値だ？んなことてめえに決められる筋合いはねえ。ソフィーは大事な仲間だ。それがすげえんだ。それが一番なんだ。ガイアがどうこう言ってんじゃねえ。おいおい、スカル、お口が悪いぜ。怪盗団ってのはもっとスマートに。だが今は許す。バーカバーカ！あなたたちの主張が理解できません。ムカついたんならとっとと出てこい。ぶちのめしてやる。我が輩たちが相手だ。答えを与え導く、それができて初めて人を幸福にできる。いずれそれに気づく時が来るでしょう。どういうことだよ。逃げやがったか。なんか出てきた。こいつトラウマルームの。なんでここにいんだよ。セキュリティが目を覚ましたみたいだ。来るぞ。万人が来るぞ、構えろ。おいソフィー、ボケっとすんなよ。一緒にこいつぶっ倒すぞ。さあ、では頑張っていきましょう。すまない。斧、こいつも使うのかよ。ロックキーパーとの戦闘はあるみたいですね。ただキング戦があるかどうかはちょっと分かんないですね、今回は。マジか、それやばいな。
盾で身を守りながら自身を強化か。厄介な戦法だな。今は無理に攻めない方がいいかも。回復と強化に専念するのも手だ。はっ、ドカンと行くぞ。強敵だが祝福属性が弱点だ。狙っていけ。どうだ、いけるか。気をつけて。うーわー、重た。ショーマ、いきなり突っ込んできたし。最適解だ。ありがとう。技の緩急も自在ってわけね。侮れない相手だわ。受けてみろ。はぁ、ただそんな硬すぎるみたいな感じではなさそうだね。そこそこに削れてる。守りを強化しておきましょう。チャンス、どいて。追撃するぞ。オーケー、ナイス追撃だ。ソフィー、まだまだいけるぞ。そこか。感謝します。強敵だな。気合い入れていけ。大丈夫大丈夫。こんな感じか。オーケー、ありがとう。出てこい。頼んだ。任せろ、ペリソナ。シス・ベリ、ジャック・アークエンジェル、ジャック・アークエンジェル、ペリソナ。ハルンダだけぶつけとくか。ジャック・ベリ、シーサー、ミトラ。で、ミトラさんでいきます。高い場所ならやり過ごせるぞ。どこかに飛びつけるか。倒れろ。マジか、使わない方が良かったかな今。思いっきり使っちゃったんだけど。攻撃読めないし、本当腹立つ。みんな負けるな。敵をよく観察するんだ。倒れろ。行けるぞ。ショータイムだ。行きましょう。ミトラ、食らえ。ソフィー、しっかりしろ。俺らがついてんだろうが。続くわ。ジョーカーの追撃がヒット。歩け。後ろ。あいつはやっていいか。強敵だが祝福属性が弱点だ。狙っていけ。倒れろ。一歩する。それ飛び乗れそうだな。うまく使えば敵を翻弄できるぞ。マジか。気をつけろ。ちょっとタイミングが良くなかったね今。体力が残り少ない。私にやばい。リカームで。ミンディラマさんで。任せた。すごい。クイーンのパンチに似てる。ありがとう。こいつ学習してるのか。マジか。だとしたら厄介だな。早々に決着をつけるぞ。続きます。せーの、ノアール。続けて決めた。ショータイムだ。行きましょう。ノアール、決めちゃってくれ。いただけますか。覚悟。その回転攻撃やばいな。意外とね、長時間回ってるんだよね。敵の攻撃力が上がってる。まともに食らったらやばいぞ。ソフィーの気力が持たない。あんまり無茶すんな。オーケー、ぶっ飛ばす。うまいぞソフィー。弱点にヒットだ。いいよいいよ。こいつって弱い。気をつけろ。
タルカじゃしんどいっすね。嘘だ、シンさん。ミート・ディリム、エリゴー・ヒルン、エリゴール、これで行くぞ。ディリム、ミートラ、シンさん、ミートラ、あいつはまた了解。クイーン、ナイスヒット。うん、次もお願い。あと追撃するぞ。クイーンの追撃が炸裂。まだまだいける。ここか、やっ。強敵だが祝福属性が弱点だ。狙っていけ。ただいけると思う。やっ、チェンジだな。よし、テリスだ。よし、パワー。ありがとうございます。ソフィーの体力注意してあげて。クイーンの追撃が炸裂。いける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 。できるだけダメージを強敵だな。押し切れる押し切れる。うわマジか。変わって、あ、来い。いける。敵の攻撃力が上がってる。よーし、ありがとうございます。なんとかノーアイテム、ありがとうございます。よし、心の成長か。よし、ジョーカーの新技か。寝てたい。よし、新技ね。やったじゃない。この技早く試してみたい。マハフレイラ買いましょう。これでもっと粘土ブースターこれ欲しいな。買います。なんとか倒せたな。つか結局あの声って何だったんだよ。声ソフィーとそっくりだったよね。これってまさか鳥かごが崩れる前兆ね。急いでここを出ましょう。くそ、いろいろおかしすぎんだろ。ここってどうなってんの？ああ、キングではなく万人を倒して鳥かごが崩壊するとは。それもキングがいなかったからかもな。まあこれで願いも解放されただろう。島の奴らも元に戻ってるはずだ。そうあってくれ。もうあんな B 級ホラーな思いはまっぴらだ。みんなごめん。ソフィー、結局私のことは何もわからなかった。無駄なことで振り回してしまった。気にするな、無駄じゃない。残念だった。大丈夫。そうだよ、そんなこと気にしないで。ああ、それに分かったこともある。あの声に無価値と言われたら悲しいと感じた。だけどみんなが怒ってくれて今度は嬉しいと感じた。その後はずっと今もポカポカしてる。私には仲間がいる。私は一人じゃないって分かった。ありがとうジョーカー、ありがとう、スカル、モナ。なんだよ、今さら分かったってそれかよ。まあ、俺はムカついて怒っただけだしよ。我が輩は、スカルを止めようとしただけで。おやおや、二人とも照れてるのか。マスクまで真っ赤よ。そんなんじゃねえし。てかマスクは色変わんねえだろ。モナは黒くてわからんな。別に照れてねえし。じゃあそろそろ戻ろっか。
善吉が心配だ、島の人が心配だ、さすがに疲れた。確かに善吉さん大丈夫かな。寂しくて泣いてるかもな。それはありそう。じゃあ現実に戻ろうぜ。帰ってきたらどっと疲れたわ。てかもう朝じゃん。通りで眠いと思った。とりあえずお疲れさん。でどうだった、キングはドイツだったんだ。やっぱり島の人間か。マリスのことは全吉もろもろ後で連絡する。今はとにかく寝かせてくれ。激闘だったみたいだな。ちょっと待ってろ、車の様子を見てきてやる。お前らと違って俺は留守番してただけだしな、これぐらいやるさ。考えてみりゃ船旅に海水浴にバーベキューに、そこから一気にジェイルだったからな。さすがに我が輩も疲れたぜ。前半は遊びだけどね。だが収穫のあるジェイルだった。あの鳥かごで聞こえた声誰だったのかな。どうせろくなやつじゃねえだろ、ソフィアの声真似なんかしやがってよ。善吉から電話だ。キャンピングカーに戻ってきて大丈夫だぞ。途中も島の連中は見かけなかった。お前らのおかげかどうかはまだ分からんが、とりあえず今は安全そうだ。よかったわ。じゃあ戻りましょう。みんなとキャンピングカーに戻りゆっくり休んだ。何もかもおかしなジェイルだったよな。そういえばなぜあそこでは願いが実体化していたんだ。予告状出してなかったのにね。必要なかった、怯えていたから、出されていたから。まあ間違っちゃいねえが、ボイスレコーダーから察するに所長は黒幕に願いを渡せと脅されてた。きっとそれが予告状の役割を果たしたんだよ。ゆっくり休めたか。島の人たちの様子は？心配ない、みんな正気を取り戻してるみたいだ。至って平和さ。まあ案の定揃いも揃って、ここ数ヶ月の記憶が曖昧だって言ってるわな。そういえばキングがいなかったのに、どうして島の人たちは張り紙したり私たちを襲ってきたりしたのかな。それも含めて実験だったのかもな。あとキングのことだがな、それらしい遺体が見つかった。あの研究所の所長だ。研究所の崖下で死んでいた。名前は生方修造、業界では有名な AI 研究者だったらしい。検視はこれからだが、お前らの話から察するにおそらく自殺だろう。自殺？あの人もただ黒幕に騙されてただけなんだよね。ジェイル実験から逃れるため身を投げた。そんな時
ところか。時間は経過していたが遺留品があって助かったぜ。身元がすぐに。なんつうか、ん、おっさんってさ、そういうの淡々と喋れんだな。あ、そうだな。まあそういう仕事だからな。それで遺留品から研究所の鍵が出てきた。これであの中に入れるぞ。鍵って勝手に入っても大丈夫なの？不法に侵入して手に入れたものじゃ証拠能力がないはずでしょ。いや、死体が出た以上関係施設は捜査する必要がある。入っても大丈夫だ。もっとも、もう何も残ってねえかもしれねえが。え、なんで？しばらく前にトラックが何台も入って慌てて中の荷物を運び出してたって話だ。証拠は消されちまってる可能性が高い。だからといって調べない手はないだろう。何か残ってるかもしれないからな。ああ、黒幕の尻尾掴んでやろうぜ。見つかったか？ダメだ、何も見つかんねえ。ジェイルのジェの字も出てこねえ。あるのは表向きの報告書ばかり。やっぱり手遅れだったのかしら。今さらだけど現場保存とかいいのかな。偶然見つけちまったんなら仕方ねえだろうが。今のは聞かなかったことにしましょう。みんな、お宝USB メモリー、所長室にあった。おー、でかした双葉。てかよくそんなもん残ってたな。そういう大事そうなものって真っ先に持ってかれちゃいそうだけど。でも大事っぽいのは間違いないぞ。引き出しの二重底に隠されてたからな。そんな隠し場所よく見つけたな。まあね、て見つけたのはソフィアだけど。人が物を隠す場所ベスト10をサーチした。出ました、褒められた。じゃあ早速中を見てみましょう。行けそうか、さくら。お、パスワードかかってるが、こんな既製品レベルちょちょいのちょいだ。よし、開いたぞ。これは何のリストだ。人名が列挙されているようだが。ここの職員の名簿とかか。違うわ、これ。ここにリストアップされている人たち、みんな各界の名だたる大物ばかりよ。大物？じゃあスポンサーのリストとか。この名前最近どっかで見たような。この吉川ってやつ、数週間前に公文書の改ざんを告白したやつだな。そういえばこっちの人は先月汚職を告白した札幌中央市の市議会議員だわ。それってマリさんが改心させた人？じゃあこのリストって。決まりだな。これは黒幕が改心させようとしている人間のリストだ。なんでこんな大物ばっかり。黒幕の目的って一体何なんだろう。それはまだ分からねえな。ここから先は一旦俺が預かるぜ。このリストをどう使う。ここに上がった奴らの利害関係を一から洗うのさ。この人たちが改心することで一番利益を得る人物、それが黒幕ってことね。そういうことだ。時間はかかるかもしれんが必ず突き止めてやる。張り切るのはいいけど、茜のとこちゃんと帰れよ。ん？いや、分かってるっつの。しかし今回はいろいろと善吉に助けられたな。
家に泊めてもらったし、襲われるのも回避できたし。やるじゃん善吉。おっさんも結構馴染んできたし、もう仲間ってことでいいんじゃね。どこの世界に怪盗一味に入る公安がいるんだよ。とにかく俺は一度府警に戻る。お前らはどうする。善吉が黒幕を突き止めるまでやることがないな。とりあえず善吉と一緒に京都に戻る。また神戸まで船かよ。あれ酔うんだよな。じゃあ九州に行ってみない。それならあんまり船に乗らなくていいし、九州にジェイルがないかも確認できるんじゃないかな。メイアンだ、ビーチにいたい。博多豚骨だな。九州か、ありだな。九州せっかくだし日本列島制覇しようぜ。いいですね。お前らは九州だな。わかった。俺は黒幕を追う。突き止めたらまた連絡するぜ。フェリーは検索した。今から行けばすぐ乗れそうだぞ。よし、善は急げだ。準備して乗り場に向かうぞ。なあなあ、の、ゆうすけだ。頼みたいこと。了解です。こいつ釣れるんじゃない。あー、やっぱりやっぱりだ。なぜだ。おい、さすがに行けたりしないですよね。お、祈ってみよう。ちょっと上がりましたね。何かふさわしいモチーフは、シーサー、ラフテー、ウタキ。そうだ、そういえばここのジェイルにはシーサーがいたな。確かに。行こう。なるほど、オッケー。しばしの別れだ。九州といえば、うん、ねえ、九州楽しみですよね。福岡ですかね、それとも他のとこかな。ねえ、そうね。はい、さい、いらっしゃい。そちらもありがとうありがとうございます。また来てくださいね。んんで、こっち行きましょうか。みんなと会話して、あと食材買ったらリクエスト行って出発っていう流れで行きましょう。
食材をねしっかりと買っていきましょう。また来ておくれよ。いいものありますよ。またよろしくお願いします。だねえ、沖縄は何ですかね、一気にいろんなことが立て続けにあったみたいな感じだよね。マジで？どんまいすぎる。ありがとうございます。端んとこにいるか、双葉ちゃんとはるちゃんは。サラダバー。そうだ、あのな。おお、チャンプルのレシピ。ありがとう、双葉ちゃん。で、はるちゃんは向こうの方にいるっぽいので、行ってみましょう。じゃああれかな、一度リクエスト確認してそれ全部やったらって感じですな。仕事の時間だぜ。ユウスケがリクエストしてきたやつだけっぽいね。そんならやっちゃうかと、その前にソフィちゃんの武器だけ買ってきます。よし、行きましょう。ねえ、飾り物も続々と増えてますな。まあ、シーサーさんはね、まあ、いろんな場所に出てきたと思うんで特に場所考える必要はないかなと思ってるんですが、鳥かご方面の方がいたイメージはあるな。ただこっちの方ね。ジェイルにはパレスとは違う趣がある。いつか腰を据えて描きたいものだ。よし、じゃあやってきます。一気に肩をつける。やっちまおうぜ。おお、出てきた早速。さあ、ということで倒してきました。
し。普通ね、戦闘2回だけやって去って出てきてくれたんでスムーズでした。あ、それでな。興味深い。ミッションコンプリートだ。おお、置物だ。よし、では行っちゃいますか。どうする？じゃ行こうぜ。九州ですよ、九州。お疲れ様です、管理官。今帰りのフェリーに乗ったところです。すぐ県外になりそうなんで手短に話します。ご苦労。話は県警から聞いた。死体が出たそうだな。研究所の方はどうだった？改心対象者と思われる人物のリストを手に入れました。改心対象者だと？はい。文書改ざんを告白した吉川次官と札幌中央市議会議員の名前が載っていました。彼らを改心したのはマディスということか？おそらくマディスが改心を使って何かをしているのは間違いありません。リストに載っている人物とマディスの関係を洗えば謎が解けるかと。すぐに資料を共有します。俺も府警に戻って調べるつもりです。よくやった長谷川。これで事件解決に一歩近づく。ありがとうございます。この件やはり怪盗団は無関係でした。あいつらのおかげで真犯人を挙げられるかもしれません。嬉しそうだな。いえ、そんなことは。まあいい。ここから先事態が一気に動く可能性がある。用心を怠るな。誰が敵かわからんぞ。分かっています。ではまた報告します。進んでるのかな。動画のご視聴ありがとうございます。ちょっとでもいいと思っていただけましたらチャンネル登録、高評価、コメントをしていただけますと嬉しいです。またツイッター、インスタグラムなどもやっております。こちらのフォローもぜひよろしくお願いいたします。動画概要欄にございます。そして他のシリーズもおすすめなので画面に表示されていると思いますのでこちらもチェックしてみてください。